日まりラジオ、ハニカム、残りごはん、お通し。ありがとうございます。あの、エコーもつけていただいて。はい。というわけで、改めまして、今回はお通しということで、本編収録の先に。はい、そうなんです。はい、ちょっととある事情で。はい。で、今ですね、収録現場はまさにこれから、はい。ラジオが撮られていくんですけど非常にちょっと不思議な今。そうですね。 ちょっとね、あの、珍しいメンバーというか、珍しい今、シチュエーションとでも申しますか。はい。長田さんは、ちょっと、ん、あの、今、今、準備をしている。そうですね。はい。ということで、ちょっとこう、不思議な、え感じではございますが、あの、どうということで、まあ、先に。はい。ええまあね、ちょっと何話そうかこう考えてたんですが。はい。あの、先日。はい、はい。ええまあ、再広卒業編と、まあ、我々呼んでいる。えものの。はい。えアフレコが。はい。ありまして。そうなんです。 素敵なお話でございましたね。本当にね。まあ原作ご覧になってる方はね、内容は大体ご存知かもしれませんけども。そう,ね、そうなんです。ついにアフレコをしてしまいました。ね、あのー、はい、詳しいね、そのアフレコの、うんうん、まああの、歌中の話なんかはね、本編の中でもあると思いますので、はい、まあ我々まあ、お通しですのでね。そうですね。そんなにね、ここが重めだと。そっか。 あとはね、ちょっとこう、あれですので。まあ、この場のね、話で言うと。えまあ、アフレコは今回、まあ、ずっと、あの、現場にさせていただいたんですが、あの、終わった後。はい。結構、あの、さらっと。そうなんです感動のフィナーレみたいな、そういうこう、卒業みたいな。皆さん、お疲れ様でしたみたいなんじゃなくて。はい。お疲れ様ですみたいな感じで、みんな。あれこれ、帰っていい感じですかみたいな。そうです。なんかこうね、あの、あ、じゃあ、また会いましょうね、みたいな。なんか、そうなんですよ。 このまま帰って果たしていいのだろうかっていう。はい。なんか、なんて言うんでしょう。終わりなら終わりで、なんかちゃんとこう思っておいた方がいいんじゃないかっていう不思議な。はい。そういうこう葛藤がありましてですね。ひだまりは終わらないのですよ。終わらないんですかねわかんないです。わかんないんですよね。そう。これはあの、本当よく。 僕、いつもその、あの、思うことなんですけど、1期やってた時に、2期のことなんて考えてもいなかったし、それは2期から3期、3期から4期も、そうなんですね。本当になんかこう、授かり物というか、そうか。という感じなので、あのね、そういう何かその、ま、巡り合わせも含めてですけれども、あの、それもま、含めて、あの、そこでね、なんか卒業編、 えー、うん、アフレコ終わりました。うん、なんかこう、セレモニーみたいなことしちゃうとね。うん、はい。なんかある種ね、こうそこでピリオドを打っちゃう感じもあるので、うんうん、まあ我々こう淡々と。はい。またその先もね、あの、いつかその景色が見えることもイメージしながらかなっていうような気はしますね。うん、すねにしてもあっさりでしたよ。<laughs> <laughs> もうちょっとなんかあってもいいだろうみたいな。なんか、はい。なんかまた来週ぐらいの勢いでしたもん <laughs> だから、キャスト陣は若干こう、あれ、どうしよう、この子、帰るみたいな感じで。そうですね。あのー、皆さんちょっとこう、<laughs> うね、あれ、これ何なんかあるのないのみたいな。うん,うん、そうなんです。あ、ないんだ。じゃあ、お,お昼ご飯食べるみたいな感じで。<laughs> まあ、いけるメンツでお昼食べて、次に向かいましたけども。あの、はい。うちは、 その、ま、アニプレックスのことしか、ま、わからないんであれなんですけど、まい。いろんなね、あまたいろんな、こう、番組あるじゃないですか。作品たちが、最終回のアフレコ。あはい。とか、はい。何かその、ね、そういう OVA とか、うん、何か、まずはこれで一回、ええま、もし次があったらまた会いましょうだけれども、まずはここで一旦っていう時って、はい。どんなことするんですかああ、でも大体、その、あの、監督とか入ってきて、お花を、こう、渡してくださったりとか、 まあお花じゃなくてなんかお花は次の現場に大変かもだからなんかちっちゃい記念品とか。は,はい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 。そういうセレモニーはそのワンクールとか作るとかなんかね、はい。ある程度の期間テレビアニメとしてやったやつは最終回には大体ありますね。あ、だから我々やっぱり最終回じゃないんですよ。 ですかねポジティブに <laughs> まあでも、ハニカムの、あのー、最終回の時は一応ありましたよ。ありましたねそうなんです。<laughs> それはね、ワンコールやってきましたからね。そうですね。卒業編がまた、ね、立ち位置がこう、ちょっと違うじゃないですか。 なんで、ね、今、あの、その、サイヒロ卒業編っていう形で、まあ、あいろいろと制作もそうですし、はい。あの、それこそね、その先日の、まあ、あ収録の場でも、うん、うん、あの、そもそもじゃこれね、タイトルをじゃ何にするんだみたいな、うん。こととか、その収録を伺いながら、はい。 あの、じゃあ、どんなビジュアルが、あの、まあ、アニメのね、ビジュアルだったりとかっていうのを一枚出すときに、はい、ま、どんなのがいいんだ、みたいなのを話しながら今、あ<ー>ええー、その辺を、かはい。そうですよね。スタッフさんたちとか、アニメ作ってる側の皆様は、きっと、まだまだこれからですもんね。そうですね。その、まあ、いつどこでどう出す、みたいなことも、ま、全部含めて。うんうん、で、あとは、あの、その収録で言うと、うん、これあの、ね、その、まあ、具体的なことはちょっと明言できないですけども、はい、皆さん、あの、 アフレコの、こう、えー、声を当てる用の、部、えー、まあ、v、というか、まあ、そのね、うん、あの、映像をお渡しして、まあ、それで練習して、収録されるじゃないですか。はい、それに曲入ってましたね。はい、あ、ああ、そうね。びっくりしたあれは、<laughs> <laughs> そうなんです。あれはちょっとね。はい、挿入歌と言いますか。はい。BGM と言いますか。あれは、その、まあ、ね、名言はできないところではありますが、差し支えない程度にご感想を伺ってもいいですか、はい、あれは。え、それは、 バレない方がいいんですか、ね、バレない方がいい。ああ、難しい。はい。あら、あの、あの、こう、なんかシーンに、あれというのが、こんなにもひだまりらしくハマるんだなっていう。ああ<ー>。なんか、あの、語ってるお方。はい。はい、はい、はい。そのシーンに、あの曲っていうのが、なんか、はい、 あ、でもすごくひたまりらしい卒業編にふさわしい感じ雰囲気になんかなっていくなっていうのがすごい、すごいなって思いました。なんかね、面白いですよね。はい。あの、一見するとね、うん。こう、なんかうなぎとスイカみたいな。なんか、はい。ちょっとそういう意味です。わ <laughs>、はい、かります。<laughs> これはきっと見てくださったら。 ね。わかると思うんですけど。いいですね。今このね、うん、卒業編だったりね、まあ、ひだまりの最新情報はね。です、ね。このまあ、ラジオで今ね、月一をお届けをするか、この感じが。 ヒントですよ。ヒントですよ。徐々にね、我々、小出しにしていく作戦で。はい。あの、やっていきますので。いやー、本当に楽しみにしててほしい。はい。で、まあ、その映像の部分もそうですし、まあ、先ほどのね、ビジュアルもそうですし、まあ、ちょっといろんなことをね、これから、え、出していきますので、まあ、ぜひ、え、お楽しみいただければと。そうです。というふうに思っております。もう、皆さんの首がちょっとずつ長くなるぐらいの。いいですね。小出し感で。小出し、相当小出しです。はい。 でもね、最後はね、こう、バーンとね。そうです。やっぱちゃんと我々。卒業編ですから。お祭り好きですからね。あ、お祭りはい何するのかわかんないですけど。なんかできたらいいですね。ね。はい。というようなこともまあ、考えながらではありますが。じゃあ、この後まあ、本編。はい。今日でも本編もまた、あの、ちょっとね、どんなことになるのか楽しみな。今日またちょっと違う、こう、方向に行くかもしれない。そうですね。またあの、新しい、こう、地平が。はい。 久々だなでも基本的に今回はあす澄さん頑張る感じなんであす澄さ,、ね、さん頑張っちゃう感じなんでぜひそんな、えー、<ー>スイッチの入った <laughs> あす澄さんの小粋な80分ぐらいを <laughs> どうでしょうね、はい、どうなりますかねじめじめしてますからね最近ねそうですよ、はい、お楽しみ頂ければというふうには思っております、はいえー、ではえーひだえー、以上「ひだまりラジオハニカム」 残りご飯ではなく、お通,お通しでございました。はい、ありがとうございました。うん